日本兵庫県、川西市、川西市立中央図書館、川西市立中央図書館は、兵庫県川西市の複合商業施設、アステガーニ市内にある、公立図書館である。川西市には1954年の市政施行後も、長らく常設の図書館がなく、公民館図書室が、その機能を担っていたが1980年より、図書館の新設が検討され、 常設館の設置に先立って1983年より、市内11カ所を回る、移動図書館、ともしび号がサービスを開始した。移動図書館サービス開始から8年後の1991年、阪急電鉄の川西の瀬口駅前再開発に、際して、複合商業施設、アステ川西の上層階に入居する形で、川西市立中央図書館として開館する。 開館当時、民間施設との複合型で公立の中央図書館を設ける方式は珍しく、全国的に見ても1990人に開館した東京都町田市の町田市立中央図書館など、数館が存在するのみであった。開館から20年余りが経過し、書庫の増設ができない、設計のため増床を確保するスペースの不足が問題となっている。中央を称しているが、 市内に他の常設型文館はなく、10カ所の公民館と書室で地域サービスを実施している。開館前からサービスを行っていた移動図書館は2009年に廃止された。近隣市長の公立図書館は大半が月曜日を休館日としているが、本館は火曜日を休館日に設定している。その他、毎月末、特別整理期間及び年末年始も休館日となる。 兵庫県川西市栄町25番地1号アステ、川西4.5階郵便番号666-0033、阪急宝塚線、川西の瀬口駅より、徒歩3分、JR 西日本福知山線、川西池田駅より、徒歩5分。川西市では、中央図書館のほかに、以下の公民館で、図書室を設けている。この他、山と行政センターでも、 図書の返却のみ可能である。阪神地区公共図書館協議会に加盟する阪神館八市長の総合協力により、伊丹市、宝塚市、尼崎市、西宮市、芦屋市、三田市、川辺郡稲川町の公立図書館と共同で、阪神七市一町公共図書館広域利用システムを構築している。該当する 市長の住民は川西市民と同様に図書館の利用証が発行され、蔵書の貸し出しを受けられる。また、万図京加盟各館のほかに、川西市と府県境で隣接する大阪府池田市及び、豊野郡豊野町の公立図書館との間で個別に協定を結び、それぞれの市長の居住者を対象に、相互貸し出しを実施している。ありがとうございます。